はい、どうもチョブリです。ってことで今日はですね、4月10日月曜日ということで、今週も月曜ガチャやってきてるんで、当たり選手ランキングベスト5ということでやっていきたいと思います。今週はですね、何のガチャが来てるかと言いますと、映っております、はい、こちらですね、マドリーロサス RB ということで、アトレティコマドリードクラブセレクションガチャ来ております。今週も結構厚めのクラブ来てますね。で、今回はこちらの8名が登場してます。オブラック、サビッチ、デパウル、カラスコ、グリーズマン、デパイ、コケ、エルモソということで、今回のこのガチャではですね、このサビッチとエルモソが初登場ということで、初登場が2人いるガチャですね。そこに関してもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、まずはじめですね、今回のこのガチャ引くべきか引かないべきかっていうところなんですけれども、僕的には若干渋めなんで、まあ週間待ってからまあ考えた方がいいんじゃないかなって感じはしてますね。まあ正直選手のシティガチャが良すぎたって部分はあるんですけれども、まあ若干ね、強化されている選手もちょっと渋かったりとか、まあ他の選手でもいいのかなーって選手がね、結構多めな印象があるんで、まあ週間待つのがね、無難なんじゃないかなと思います。まあその中でもですね、このサビッチとエルモソに関しては初登場ですし、この8人中7人が星5ということで、まあ課金勢の方とかはね、この選手、このガチャを引いて、まあ、いらなかったら売却すればね、トレーニングプログラムとかにもなるんで、まあそういった意味で引くのはありなんじゃないかなと思いますね。まあその中でもね、この初登場してる2人あたりとかね、トップ強化されてる選手もいるんで、よかったら参考にしていただければなと思います。ってことで早速ベスト5発表していきましょう。はい、てことでまず5位はこちらエルモソですね。5位に選ばせていただきました。早速初登場のエルモソをね、選ばせていただいたんですけれども、今回のエルモソ CB 登録 で身長が184センチ、利き足が左利きですね。レベルが21レベルといった感じになっております。はい、ということでプレイスタイルこんな感じです。ビルドアップでできるポジションがセンターバックと左サイドバックということで、いや CB 登録で左サイドバック適性があるのはね、かなりいいんじゃないかなと思います。まあ能力的にもね、左サイドバック起用が安定になってくるんじゃないかなと思いますね。能力値見ていくとこんな感じですね。パス能力値が意外とね、センターバックでは高い70あります。でヘディングは72あって、ディフェンス能力はこんな感じですね。ディフェンスセンスが75、ボールダッシュが71、アグレッシブネスが82、守備意識が81ということで、レベル上限が21レベルなんで、これアグレッシブネスと守備意識に関してはね、まあ、90ぐらいまでいくのかなってところで、まあ、サイドバックとしてはね、かなり有能なんじゃないかなと思います。スピードが74、瞬発が69ということで、まあ、センターバックはもちろんね、左サイドバックでも全然やれるスピードは持っているのかなと思います。フィジカルが若干ないのが気になりますね。69ということで、まあ、ここも少し上げてあげるといいのかなと思います。ボディコンが62ってことで、まあ、若干使用感がね、重めになるのかなと思うので、まあ、左サイドバックで起用するとしてもね、まあ、攻撃参加はせずに完全に守備的なサイドバックとして起用してあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。逆足移動が通、精度が普通、波が普通といった感じになっております。スキル見ていくとヘッダー、バックスピンロブ、低弾道ロブ、ロングスロー、マンマーク、ブロッカー、ヤバトル、闘争心ってことで、まあ、スキルに関してはまあまあ優秀なんじゃないかなと思いますね。インターアーセプトとかは持ってないんで、やっぱりロングスローとかもありますし、左サイドバックで起用してあげるのが安定なんじゃないかなと思いますね。まあ、左サイドバックとしてはね、まあ、若干フィジカルとかは気になりますけども、ディフェンス能力もね、サイドバックとしてはかなり高めになるのかなと思うので、僕的にはセンターバックより守備的な左サイドバックで起用してあげると、この選手かなりいいんじゃないかなと思いますね。てことで5位が初登場のエルモソでした。続いて4位見ていきます。はい、てことで4位はこちらデパウルですね。4位に選ばせていただきました。今回のデパウルはですね、これまでで一番強いデパウルではないんですけれども、やっぱり強いよねっていうことで4位に選ばせていただきました。身長180センチ、右引き、レベル上限が28レベルといった感じですね。結構上限もね、高めになっております。でプレイスタイルが2列目からの飛び出しですね。ここは変わらずで、できるポジションが両ウィング、両ハーフ、そして STOMF、CMF ってことで、やっぱりこのデパウルはね、できるポジションかなり多いのがいいですよね。まあ中央もできて、サイドハーフもできて、本当はこの2列目をね、すごく活かせるっていうのがいいポイントかなと思います。能力見ていくと相変わらずバランスいいですね。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープに関しては全部79ってことで、もうほぼ80ありますと。で、グランダーパスも77、フライパスも79ってことで、まあ、かなり高いですよね。ディフェンス能力に関しては、守備意識だけ72ということで、まあ、オフェンシブな中盤として、やっぱり2列目もあるんでね、使ってあげるといいのかなと思います。スピード瞬発もね、75、76ってことで、まあ、いい感じにありますし、フィジカルはあんまりないんですけれども、ボディコンが73、スタミナが79ってことで、まあ、本当に全体的に能力のバランスがいいですよね。特にこのドリブル能力値はすごく高いんで、ここはね、80後半ぐらいまで行くんじゃないかなと思います。で、デパウルね、逆足の頻度、精度高い、波が小さいってことで、ここに関しても相変わらずすごくいいですよね。
で、能力値見ていくと、ダブタ持っていて、コンカ持ってますね。スルーパス、バックスピノ、ピンポイントクロスを持ってます。ということで、スキルもかなり優秀ですね。まあ、全体的にパス能力値とかね、ドリブル能力値も高いんで、こう、中央で使ってあげてもいいかなと思うんですけれども、ダブタ、コンカとかね、ピンポイントクロスとか持ってるんで、まあ、サイドから切り込んで、シュートとかね、サイドからクロスとかもね、使えると思うんで、まあ、本当にどこでも万能に使ってあげるんじゃないかなと思います。僕もずっとアプリ版ではね、習慣のデパウル使ってるんですけれども、本当に優秀でね、この選手一人だけでね、まあ、かなりスカットが安定するんで、そういった意味でもね、獲得しとくのはありなんじゃないかなと思います。結構ね、ライブアップデートもいいことが多いんで、持っておくのはかなりありだと思いますね。はい、ということで4位がデパウルでした。続いて3位見ていきます。はい、ってことで3位はこちら、オブラクですね。3位に選ばせていただきました。今回で一番総合値が高い選手です。ということで、スタンダードでオブラク使ってる方はね、乗り換えた方がいいんじゃないかなと思いますね。身長が188センチ、レベル上限が18レベルといったわけなんですけれども、プレイスタイルが守備的ゴールキーパーですね。個人的には攻撃的より守備的の方が好きなんで、守備的使ってる方にはね、かなりおすすめできるかなと思います。で、能力値見ていくとですね、キーパーの能力値こんな感じですね。GK センスが81、キャッチングが82、クリアリングが78、コラボシングが84ってことで、相変わらず能力値かなり高いですね。で、リフレクティングが78ということで、コラボシングに関してはね、かなり高い能力値まで行くんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはね、あんまりオブラク使ってる方は見ないんですけれども、結構優秀かなっていうふうに思いますし、ライブアップデートもビージョンの時が非常に多いんで、そういった意味でもね、まあ、守備的ゴールキーパー好きな方はね、持っておくのありなんじゃないかなと思います。逆足品の精度はね、やや低い、やや低いなんですけれども、まあ気にならないと思いますし、波が小さいのもね、いいポイントかなと思います。スキル見ていくと、コーナーのパントキック、GK ロングスロー、キャプテンシーといった感じですね。まあ、オブラクはね、スタンダードでも1番かな、ほんとトップクラスで確かノイヤーと同じぐらいですかね。本当に総合値も高くて能力も高い選手なんで、まあ、守備的ゴールキーパー最強の選手なのは間違いないんで、今回のオブラクね、総合値も全選手の中で一番高いっていうことで獲得してね、使ってみるのもありなんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで3位がオブラクでした。続いて2位見ていきます。はい、ってことで2位はこちらカラスコですね。2位に選ばせていただきました。今回の一番の強化枠がね、このカラスコかと思います。カラスコ左サイドハーフ登録で、身長180センチ、利き足右利き、レベル上限が29レベルということで、レベル上限がかなり高めになってますね。で、ウイングストライカーでプレイスタイルが左ウイングと左ハーフってことで、まあ正直これがね、今回この2に選ばせていただいた理由ですね。トップ強化なんですけれども、できるポジションがね、左サイドのみということで、ここに関してはちょっと残念かなと思います。そして能力値見ていくと、こんな感じでドリブル能力値がかなり高いですね。84ってことで、ここに関してはもう余裕で90まで乗っかってくるんじゃないかなと思います。パス能力値も結構高くて、決定力ももともと70までありますね。で、守備能力はね、あんまりなくて、スピードが80、瞬発が78ってことで、足が入るのもいいポイントかなと思います。ボディコンが若干低めなんで、ここに関しては頑張って80ぐらいまで上げてあげたいなっていう感じですかね。逆足の頻度が高い、精度が高い、波が小さいってことで、逆足が使えるのも本当にいいポイントかなと思いますね。スキル見ていくとこんな感じです。ルーレット、無回転シュート、ライジングシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチパス、ピンポイントクロスということで、まあ、スキルに関してはかなり優秀ですよね。シュート級のスキル持っていて、まあ、ダメと欲しかったんですけれども、まあ、ルーレットはありますね。で、ワンタッチパスを持っていて、ピンポイントクロスを持っているということで、まあ、サイドの選手ではね、かなり優秀なんじゃないかなと思います。まあ、逆足も使えてね、レベル上限もかなり高くなっていて、ドリブルの能力も高いんで、個人的には結構いいかなと思うんですけれども、やっぱり左サイドしかできないっていうところと、まあ、ボディコンが若干低いんで、使用感がね、そこまでめちゃくちゃ軽いわけじゃないのかなっていうところで、2位に選ばせていただきました。ただ今回トップ強化ですし、まあ、スキルも能力もね、かなり優秀なんで、洗ってみたらね、使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。テコトレ2位がカラスコでした。続いて1位見ていきます。はい、ってことで1位はこちらステファン・サビッチですね。1位に選ばせていただきました。今回初登場というわけなんですけれども、まあ、初登場って言葉にね、結構優秀なんじゃないかなと僕思ってますね。まあ、トップ強化ではないんですけれども、身長が187センチ、利き足は右利き、レベルが19レベルってことで、まあセンターバックでは身長ギリギリまあいけるんじゃないかなというところですね。で、プレイスタイルがハードプレスで、できるポジションが CB のみですね。適正薄めで右サイドバックというわけなんですけれども、プレイスタイルがハードプレスなのもいいポイントかなと思います。能力値見ていくとね、パス能力値とか結構低いんですけれども、ディフェンス能力値かなり高いんですよね。ディフェンスセンスが81、ボールダッシュが79、アグレッシブネスが86、守備意識が82ってことで、かなり高い能力値なんですけれども、その中でもね、このアグレッシブネスが86っていうのはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ほんとディフェンス特化で育成してあげたらね、90後半ぐらいまで乗っかってくるかなっていうの思いますし、全体的に90ぐらいまでね、ディフェンス能力いくのかなってところで、かなりね、高い能力値になってくるんじゃないかなと思いますね。スピード瞬発が67、66ってことで、ここに関してはまあ若干低めになるんで、まあ70ぐらいまで上げてあげるといいんじゃないかなと思いますね。ジャンプが80、フィジカルコンタクトが79ってことで、
ので、まあ、フィジカル面も結構強いんで、そこに関してもいいポイントかなと思いますね。逆足頻度が高い、精度が普通、波が小さいってことで、まあ、逆足が使えるのもいいポイントかなと思います。で、スキル見ていくと、ヘッダーマンマーク、ブロッカー、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティックや闘争心ってことで、まあ、スキルに関しては普通に優秀ですよね。まあ、インターセプトが持っていないんですけれども、まあ、申し分ないね、スキル持ちなんじゃないかなと思います。まあ、今回初登場ってことで、かなり貴重っていうところもあるんですけれども、プレイスタイルもね、ハードプレスですし、能力的にもかなり優秀なんで、このサビッチはね、まあ、ライブアップレートが B 以上になれば間違いなくガチスカル使えるんじゃないかなと思います。まあ、アトレティコマドリードってこともあってね、ライブアップレートがね、B 以上乗っかってくることも非常に多いのかなっていうふうに思うんで、このサビッチはね、新たはぜひね、獲得して育成してみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで1位が新登場のサビッチでした。はい、ってことで今回はですね、アトレティコマドリードクラブセレクションガチャということでランキングベスト5からやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、若干渋めかなと話したんですけれども、まあ、それ以外にもね、グリーズマンとかデパイとかね、コケとか、まあ、本当に優秀な選手かなり多いですし、まあ、こう突出した選手はいないんですけれども、こうなんだろうな、始めたばかりの方でスカットがまだ完成しないよとかって方にとってはね、かなりいいガチャになっているかなと思います。ただ課金ゼリー普段から課金してるよって方はね、まあ、こうなんていうんですかね、他の選手と変わらなく選手が多いのかなところで微妙かなと思うんですけれども、まあ、最初にも言った通りね、引いて、まあ、売却とかっていう手段もあるのかなっていうふうに思うんで、ぜひよかったらね、参考にしていただければなと思います。はい、こんな感じでイクトボルドを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。